一人設営を実現したワイドなリビングスペースを備えた安心タフコンセプトツールームテント、タフスクリーンツールームハウスの簡単な組み立て方。最初に部品に不足がないかを確認します。フライシートを広げます。スタンディングテープのバックルが止まっているかあらかじめ確認してください。止まっていないとうまく立ち上がりません。リッジポールを伸ばします。リッジポールの端をテープがグリーンのグロメットに差し込みます。フライシートについているフックをポールにかけ固定します。端がグリーンのメインポールを2本伸ばします。メインポール2本をクロスするように端がグリーンのスリーブに通します。ポールをスリーブに通す際は引っ張らずに必ず押し入れてください。メインポール2本の端をフライシートのコーナーにあるアシストクリップにそれぞれ差し込みます。メインポールが固定されていない方のスリーブの端を持ち、メインポール1本を押し入れ、ポールの端をループがグリーンのアシストクリップに差し込みます。2本のメインポールのクロスしている中心を片方の手で1メートルほど持ち上げます。アシストクリップで固定されている3箇所のポールを立たせます。中心を持っている手を固定されていない方のポール側のスリーブに移動し、ポールを押し入れながらフライシートを完全に立ち上げます。固定されていない最後のメインポールの端をループがグリーンのアシストクリップに差し込みます。フックをメインポールにかけ固定します。端がレッドのミドルポールを伸ばします。ミドルポールをフライシート中間にある端がレッドのスリーブに通します。メインポールとの交差部分はミドルポールが上に来るようにセットしてください。ミドルポールの端をフライシート中間にあるループがレッドのアシストクリップに左右それぞれ差し込みます。フライシートについているフックをミドルポールにかけ固定します。シルバーのリアポールを伸ばします。リアポールを端がグレーのスリーブに通します。リアポールの端をフライシート後方サイド側にあるループがグレーのアシストクリップに左右それぞれ差し込みます。フライシートについているフックをリアポールにかけ固定します。面ファスナーテープでメインポールとミドルポールがクロスしている箇所を固定します。固定位置を決め、8箇所あるポールの箇所のループに風上より A から H の順で対角線にプラスチックペグを打ち込み、テントを固定します。ペグで固定する前に必ず全てのファスナーを閉じてください。ファスナーを開けたまま固定すると閉じられなくなることがあります。次にフライシートをきれいに貼り、風からのバタつきを抑えるためにループを張り出し、1から10の順でスチールペグを打ち込み固定します。インナーテントを吊り下げます。まずインナーテントをフライシートの中に入れます。インナーテントを吊り下げます。コールマンロゴのある方がフロントです。空気が入りテントを立てやすくするため、あらかじめ前後のドアのファスナーは一部開けておきます。インナーテント奥のコーナーから順々にフライシート内側のリングにフックをかけます。インナーテントのトグルをフライシートのリングにそれぞれかけ、インナーテントを吊り下げます。
前後のファスナーをすべて閉めます。すべてのベンチレーションの支柱を持ち上げて面ファスナーに固定します。テント上下のベンチレーションシステムにより空気の循環を作ります。自在ロープの端をストームガードのループに結び、ペグを打ち、ロープをかけて自在ロープを締め上げて完成です。ウェビングテープをポールに巻きつけることで生地とポールに力を分散することができます。キャノピーポールを伸ばします。ポール2本でキャノピーを張り出します。設営後にスタンディングテープに足をかけるなどの恐れがあるときはスタンディングテープを外すことが可能です。スタンディングテープを外したらポケットに収納してください。